久保さん僕病気です僕病気なんです実は実は僕は病気です僕結構パンチありません <laughs> これちょっと再生されるんじゃないかな <laughs> いや久保さんはすごいですねああいえばいろんな返し方ができてまあ何が病気かっていうと最近ね本当に思うことがあってお客さんからの 悩みを相談されるとドーパミンが出るんですよね <laughs> まああのワクワクするっていうね普通多分顧客サポートってめんどくさいと思うんですよ多分派遣で顧客サポートしてる人とか多分そんな楽しくサポートしてる人多分あんまいないと思うんですねおそらくですよまあ 中にはいるかもしれないですけども、僕、まあ、もはや、例えば、なんかその、派遣のイメージですけど、すみませんね、イメージで申し訳ないですけど、なんかこういう、うん、のをつけてね、で、電話来たらね、まあ、もしもし、みたいなね。多分クレジットカードのサポートとかもそんな感じだと思うんですよね。なんか、こう、電話がこう、ドゥルドゥルドゥルとこう、押してね、はい、みたいなね。 僕はあれなんですよね。悩みが来ると、どんな悩みなんだろうな、みたいなね。<laughs> また来たかと。よし、料理してやるぞ、みたいなね。<laughs> これ何かっていうと、料理できるレパートリーが無限にあるんで、その、その1個の食材で、よし、こんな料理作ってやろうとかね、こんな料理できるな、みたいな、これ本当にやり込んだ人しかちょっと多分行かない境地だと思うんですけど、だからなんだろうな。 僕が想定していたものっていうのは何かっていうと僕は本当柴田さんを見てリスペクトしたんですけどこの形で言ったらマジ無敵だなっていうもうなんか電流が走ったんですよね他の YouTuber さんとかは何だろうな編集してまあヒカキンさんとかもそうですけど編集して効果音ガンガン入れてだからそのヒカキン二十四2 4時みたいな感じでね3本ぐらいあるんですけど このまあ、僕も編集たまにやっぱ昔もしてたし今も,も本当にたまにしますけどここの編集ソフトの,このタイムラインにいっぱい素材を入れてしかも BGM1 個、まあ、効果音を入れるにしてもこう合わせていくんですよね細かく全部で HIKAKIN さんのタイムラインエグいんですよもう常に効果音をこう入れてるんですげえなとでもこれ超大変だよねと。 ずっと続けていくの、ヒカキンさんもあれをずっと続けてるのはすごいなと、しかも自分一人でやってるんで、でも僕は柴田さんの見て脳編集で、壁が汚いところでね、こう壁が汚くてねで、ずっと喋ってるんですよね。で、これを見て、カルチャーショックでね、これでいいんだみたいな、しかも、人の気持ちを嫌にさせる、嫌にさせるっていうジャンルを開拓したっていう。 しかもそれをこ深く僕は深掘りして展開して考察してこの人はなんでこのことやってるのかなって,言ってね。当時もう56年前ですよねまだ柴田さんがチャンネル登録10万人以下の時にあの、まあ、考察展開してしてたんですけど、まあ、よくよく調べると全部戦略だったっていうね、まあ、戦略というかいろんなことやっていろんな手数やってみてたまたまその,そのアンチテーゼのねこのやつが当たって で、その広がりっすよね。みんながその、あの、AKP のファンの人たちが、ふざけんな、みたいな感じで、いろんなところに、その、シェアしてくれて、で、結果的に再,再生ボリューム上がって、みたいな、あこれいけるやんっ、つって、そこから路線をね、そのアンチテーゼの路線に変えてって、やってったっていう。でもね、昔、すごく、これ面白いんですけど、まあ、結果がすべてひねくり返すじゃないですけども、まあ、根っから、 だから柴田さんっていうのは根っから悪い人でこうやってたわけじゃなくて元はいは多分普通にあの普通の人なんですよ多分ね今どうなってるかっていうとあのまあ、動画によってはね普通にこの <laughs> いいね数が上回るって昔はいいね数が上回ることはまあ絶対なかったんですよいいね数があのバッタより上回ることはなくてでも今はいいね数上回るみたいなね昔ありえないですよだからつまり それでもファンがもうめちゃくちゃできたっていうね。逆に。すごいなと思いますよね。だからそれも僕が展開できたし、あのー、なんだろうな、うん。深く考察して、自分が最終的にどういうふうになれ、や,やったら永続的にできるかなと。しかも量産できるかなと。ヒカキンさんのやり方では絶対量産できないんで、これ無理です。 まあ、外注化するんだったらいけますけども、ね、100人とかでその動画をこう外注化してやるんだったらあれですけど、逆に言うと1人で100人管理しないといけなくなっちゃいますから、今度は。管理する時間があれじゃないですか。だから最強はボタンを押して、ボタンを押して終了。ただこれね、ひろゆきさんもそうなんですよ。ひろゆきさんもそこに多くのユーチューバーの人は、なんだろうな、うん、1に対して10とかね、1に対して3あると。 要は撮影をしてそれを編集してテロップを入れてエンコードしてっていうそのすげえそこにあのやったことに対してのまた倍率でそのロードがかさむとだったらこのスタイルの方が1やって1全部になる終了だからひろゆきさんなんかは最初もう全然伸びてなかったですけどねあのあのライブずっとライブやっててうん だけど結果的に今、ひろゆきさんが一番ね、まあ切り抜き動画もありますけども、結果的にあのやり方、カスタムサムネイルもいじんなくて、ライブやってるだけで100万人みたいな、異様なね、異常ですよ。他の人が誰も到達できないような、コンテンツライブのみ、質問だけ。そのコンテンツ何なのか、ただ喋ってます、酒飲んで喋ってます、質問来たら回答する、酒飲む、質問来たら喋る、もうひたすらこのコンテンツですよね。 まあただこれだけ。しかも、うん、そのライブなんで、それを終了したら、もうそれが YouTube のアーカイブとして残る。<laughs> 神ですね。だからあれも結局、ひろゆきさんね、最終的にやっていう、その続けられることだったりとか、ああこうしたらいいよねっていうところで、まあ、やってったっていう話をしてた部分はありますけど、まあ展開の話になっちゃいましたね。まあとりあえずなんだろうな、やり込むと、話を戻すと、やり込むと、 とにかく、まあ楽になりますし、無限にできると。だからスキル資産ですよね。うん、多くの人はなぜ稼げないのかって話で、こう久保さんも言ってましたけど、ね、ちょろっと。うん、単純に稼ぐスキルがないだけじゃないですか、シンプルにですよ。なんで稼げないんですかシンプルに稼ぐスキルがない。え、これにつき,なつきますよね、単純に。 で、量をやることによってスキルもつくし、さらにアーカイブとして資産としても残るし、あーめちゃくちゃもう,こう理にかなってるわけですよ。実は。で、しかもその量をこなすやり方ですよね。手段も編集をノー編集で全部いくっていう。うん。あこれはスキル、まあ、本当にトー,クトーク自体が磨かれるしね。うん、すごく僕は、 あの逆をまあ逆説ですけどね多くの人はそんな動画撮りたくないめんどくさいとは思ってますけど実はこのやり方が一番理にかなって超簡単でスキルもアップしてあのいいんじゃないかなっていうねでも多くの人はこれをやらないからまあ人勝ちできるっていうね多分本当にその10万元と100万もアップロードできる人いないと思うんでそこまでいったらもう勝ちだなと僕思ってるんですよねうん勝ちか負けかっていうかまあ上がりというかうーん まあそれは久保さんもねデータ見てるんでわかると思いますけど、やっぱりね、全部の動画が再生されてるわけではないけれども、ね、昔の動画が回り続けてるわけじゃないですか。うん。で、たまに昔の動画バズり始めたりとかね。<laughs> こんなバズってきたぞみたいなね。うん。だからまあ何にフォーカスするべきなのかっていう、しっかり自分の中で考えた方がいいですよね。うん。でも一番コアな部分っていうのは、 稼ぐために本当に何が必要なのかっていうと、稼ぐスキルなんですよ。特に一人でやっていくんだったらですよ。別にその多角化していくんだったら、自分にスキルがなくても、スキルがある人を雇用したりとかね、スキルある人とチームを組んだりっていうやり方はもちろんあります。そういう考え方、そういう行動、そういうやり方もあります。逆に言うと、そのスキルがある人たちを使えるという能力ですよね。人を動かすっていう。で僕は正直それはなかったんで、 いつも思ってましたね。会社で。俺と同じマインドで、俺と同じ行動して、俺と同じように会社泊まり込んで、やってくれる従業員が、文句言わずね、やってくれるスタッフが10人いたら、めちゃくちゃ売り上げ作れる自信ありましたから。これはもうずっと思ってましたね。俺と同じ人間が10人いたら、めちゃくちゃ売り上げ作れるぞと。思ってましたから。うん。でもそれがね、まあ、YouTube ありがたいですけど、自分が思ってたことはそれできるようになって、 100万人でも自分を作れるっていうね <laughs>。もう自分のやりようによっちゃう。うまあそんな感じですね。だからスキル、スキル資産ですよね。スキルをつけるっていうことを。まああと普遍的なスキルですね。時代に左右されない。時代に左右されないスキルです。だから僕はトークっていうスキルに関して、喋るっていうスキルに関しては時代関係なく。 絶対使えると僕は思ってます。あなたがどう思うかわからないですけどね。うん。多分10年後も20年後も30年後も選挙するときにスピーチするはずです。みんな。おそらくこれは、どんなにテクノロジーが変わって、そのスピーチが YouTube で流れるとかね、ネット上に流れるとかね、演説をやらない、その街中の演説がなくなるっていうことはあったとしても、多分続くでしょうね。しゃべるっていう。 ニュースキャスターが喋らなくなるっていう日は多分来ないです。来たとしても AI が喋ったと、うん、人間が喋らなかったとしてもね、AI が、AI のロボットが喋ったことを人間が聞くみたいなね。結局 AI の喋った声を聞いてるみたいなね。まあ今もね、どっかのニュース番組で AI が、ネットニュースですけど、AI のロボットがニュース番組を喋るみたいなな,な,なんか東京、どっかの,テレあのチャンネルであったんですよね。うん。 まあでも結局喋ってますから。でその AI が喋ったものを聞いてるって人間がね <laughs>。だからこの喋る聞く、話す聞く、うこの原理原則っていうのは多分なくならないと思います。うん。と僕は思ってますから、これからも喋り続けてスキルアップしていきますね。うん。もう本当に一個のお題でも。 無限に展開してずっと喋れるみたいなね <laughs> そんなんだったらもう,もうマジ最強だと僕思いますし、うん、たった一つのお題で無限に喋ってしかも多くの人をね魅了させることができるならばこれ魔法ですよねもはや、うん、うまあでもねやっぱね僕はハッとしたのがまあ確かになんていうのはありますよね 何,何千本の動画を本当にちゃんと見てるのは久保さんだけですよね。さすがにこの量を。この量を見てる久保哲郎ですよね。確かにそうですよね。まあ僕もそうですけど、僕も絶対見るの久保さんの動画ですもん。だから毎日朝ね起きたら久保さんだし <laughs>。もうずっと久保哲郎ですよね。だから結果的に、ね、これ何かっていうと、無限が無限ループみたいなね。 もう無限に喋れる人が無限の話を聞いてまた無限作れるみたいなね。これはもう切磋琢磨、まあ、無限の切磋琢磨ですね <laughs> うん。だからお互いにこれからどん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 すごくなっていくんじゃないですか。まあ、すごいとこを目指してるわけじゃないですけど、勝手にすごくなるっていう、その量をこなし続けるからですね。うんいやでもね、こんなくぼ僕はね、久保さんに出会えて、まあこの、このやり取りを通してね、 良かったなと最近思いますよ、うん、地球上にこんなやりとりができる人がたった一人でもいたっていうのは、うん、ありがたいことですよ。まあ本当に普通の人じゃ絶対できないんで。絶対できないです。こんなやりとり。マジでできないですな。なぜなら展開できないんで。本当に。続かないですよ。うん。そう。だからこれラッキーですね <laughs>。 この久保哲郎っていうね、まあ、これはね、やっぱ、なんかあるんでしょうね、やっぱり、老が一生っていうね、これね、久保さんも、まあ、それは生きていく中で感じ体験したと思いますけど、大体、ほかの,の人が漢字書くと、明郎の老じゃないんですよ、ね、太郎の老になるんですよ、ね、月じゃないんですよ、<laughs> 僕たち、月に行けますね、久保さん。<laughs> ね、いややっぱ月に行けますね、そう。 歩いて月に行っちゃうかもしれないですね、僕たちね。歩いては月には行けない。いや、俺たちは歩いて月に行けるかもしれないみたいな。<laughs> うん、だから、ろが一緒っていうね。まあ、一郎選手のローも、あの、迷路のろうですし、出川哲郎さんのローもね、迷路のローなんですけど、お好きなんですよね、出川さんも。うん。だから、なんかあるでしょうね、本当に。なんか。いや、本当にね、 漢字間違えらられてきましたからねこはもう一発で迷路のローを書く人ってあんまいないんですよ。本当に。久保さん体験済みだと思うんで、うん。まあありがたいですね、本当にね、はい。ということでこれからもね、何万本、いや何十万本このやり取り続くと思うんで、まあ、お互いにエッセンスをね、抽出し合いつつ <laughs>、やり取りできればいいんじゃないかなと思いますね。まあ、とりあえずまあスキルアップしろってことです。 稼げない理由は何ですか稼げるスキルがないと。もうそれに尽きると。じゃああなたは何のスキルをつけたいですか何のスキルをつけるべきですかということが出ますね。いってらっしゃい。